容姿の整った方が多い芸能界ですが、中にはデビュー当時と顔が違うと言われたり、最近顔が変わったと整形の噂を立てられることも多いですよね。誰が見ても明らかに変わっている人もいるのですが、普通は皆さん整形はしてないと言い張る、もしくはそのことに触れないのが普通です。しかしそんな中で自ら潔く整形をカミングアウトしている人もいるようです。そこで今回は整形をカミングアウトしている芸能人をまとめてみました。1位、森下優里。森下優里は日本のタレント、女優、歌手、元グラビアアイドル、東京都八王子市出身。森下優里さんは有吉反省会の番組内で整形をカミングアウトしています。写真を見ても変化は一目瞭然ですもんね。カミングアウトの内容は鼻先の形成と涙袋のヒアルロン酸、そして歯を直したんだそうです。おっぱいもかなり大きくなっているようですが、包茎だけは否定しています。2位、今井メロ。今井メロは日本のスノーボードハーフパイプ選手、タレント、 AV 女優である。本名は今井ゆめろ、旧姓は成田。大阪市住之江区出身。芸能事務所グリントエンターテインメント所属。元スノーボードハーフパイプ選手であり、AV 女優という驚きの経歴を持つ今井メロさんですが、彼女は自叙伝で整形をカミングアウトしており、その後テレビでも整形について話しています。目を2回、そして鼻筋を通す手術、頬骨を抜く手術をしているそうです。自叙伝には整形以外にも壮絶な彼女の過去が綴られており、ホスト遊び、キャバクラ、デリヘル、リストカット、人工妊娠中絶、生活保護と、正直整形が霞むレベルです。3位、クラン。日本の女性タレント、パーソナルトレーナー。本名及び旧芸名は草刈クラン。東京都出身、株式会社ブローサキー所属。俳優の草刈正雄の長女であるクランさんは、2013年8月7日放送のバラエティ番組、私の何がいけないの?で整形を告白しています。内容は鼻にヒアルロン酸の注射を打ったことがあるとのこと。過去形だったようですが、ヒアルロン酸は一度打つとたびたびメンテナンスが必要で、癖になる人も多いようなので、現在も言っているかもしれませんね。4位、藤本敏史。藤本敏史は、日本のお笑いタレント、俳人、お笑いコンビ藤原のツッコミ、ネタ作り担当、マハロ代表取締役、相方は原西孝幸、吉本興業所属、大阪府寝屋川市出身、愛称はフジモン。フジモンでおなじみの藤本敏史さんは、ガサツなイメージがあるかもしれませんが、実は女子力がとても高いんだそうです。そんな彼は鼻を高くするためにヒアルロン酸を注入したことがあるほか、眉毛は入れ墨にして、ほくろも取っているんだそうです。鼻と眉に関しては永久ではないので、今はもう効果はないようですが、細かい部分にまで気を使っていることがわかりますね。5位、真鍋かおり。真鍋かおりは、日本のマルチタレントである、本名同じ、姓の真鍋の誠は本人の意思により、旧字体の誠を使用するが、ラテランでは、真鍋と表記されることもある、愛称はかおりん、おりー、愛媛県西条市出身。真鍋かおりさんは自身のブログにて、整形をカミングアウトしています。整形箇所はなんと目頭切開、二重まぶた脂肪吸引、尾骨プロテーゼ注入とがっつりなんだそうです。どの段階で整形したのかわかりませんが、あんまりそういうイメージがなかったので、ここまで本気で大改造していたとは驚きです。それにしては自然な感じがしますよね。6位、小森純。小森純は、日本のギャルファッションモデルである、神奈川県川崎市川崎区出身、ツインプラネットエンターテイメント所属、雑誌、エッジスタイル、エッジスタイルへの露出やタレント活動から、著名ポップティーン、ポップティーンの読者モデルとして、知られた時期もあった、純ポの愛称がある、神奈川県横浜市在住、小森純さんはこうやってみると、小さい頃の写真と大差ないように見えますが、目は明らかにパッチリしていますよね。彼女は日本テレビ、バカなふりして聞いてみたで、
整形をカミングアウトしています。目は埋没法で二重にし、鼻にヒアルロン酸注射を打って鼻筋を通しているようです。いずれもプチ整形の範囲ということみたいですね。7位、池のメダカ。池のメダカは日本のお笑いタレント、喜劇俳優である吉本新喜劇の座員、本名中井明彦、愛称は池やん、メグ坊、めいちゃん、実際おっさん、吉本興業所属。意外や意外、大御所芸人の池のメダカさんも整形をカミングアウトしています。2003年に目の上側の脂肪を吸引して二重まぶたにしたんだそうで、自身が持ちネタとする猫のキャラクターに近づいたと喜んでいたそうです。 W 結構最近されたんですね。案外芸人さんは女子力が高い人が多いのかもしれないですね。8位、浜田ブリトニー。浜田ブリトニーは日本の女性漫画家、タレント、漫画家養成校の日本漫画塾ひるまぶプロ養成家卒業。エバーグリーンエンタテイメント株式会社ピース8、ピース8個人事務所所属。千葉県千葉市出身。生年月日及び実際の年齢は公表していなかったが、2018年2月20日の時点で38歳と公表。年齢を自称永遠の20歳としているのは、ギャル漫画を描くにはギャルの気持ちにならなければならないという理由から、浜田ブリトニーさんはどうやらカミングアウトというか、中井正宏の世界はすげー、ここまで調べました SP の番組の中で整形を行っているようです。写真を見る限り別人ですよね。アメリカの病院で目を二重にする手術を行ったんだそうですが、鼻も変わっているような、メイクが濃すぎるので分かりませんね。それにしてもアメリカ式なので二重の幅がものすごいです。9位、西川彩子。西川彩子は日本の医師、タレント。1996年度ミス日本第28回フォトジェニック賞、ホリプロ所属。神奈川県相模原市南区出身。湘南白百合学園幼稚園、小学校、中学校、桐蔭学園高等学校、聖マリアンナ医科大学医学部卒業。タレントデイ社の西川彩子先生は、テレビ大阪、タカジンノーマネーンで、おでこのシワを取るためにボトックス注射をしている、とカミングアウトしました。西川先生は美容皮膚科のスタッフとして、診療も行っているそうなので、自らも手術を試しているのかもしれませんね。10位、吉田明雄。吉田明雄は、日本のフリーアナウンサー、アミューズ所属、元 TBS アナウンサー、東京都出身。吉田明雄さんは2013年10月7日放送の、私の何がいけないの？で整形を行っているとカミングアウト。え、美人アナが整形？と驚くかもしれませんが、彼女の場合顔ではなくて、足の部分痩せのために脂肪吸引を行ったんだそうです。11位、春菜愛。春菜愛は、日本のニューハーフタレント歌手、俳優 YouTuber、戸籍名大西健治。トランスジェンダー当事者、サンズエンタテインメント所属。株式会社ユーキナ代表取締役、現在は東京都在住。世界一のニューハーフの称号も手に入れた人気タレント春菜愛さん。春菜愛さんもまた整形をしたことをバラエティ番組金曜日のスマたちへで告白しています。整形内容としては、目、鼻、顎のエラ削り歯、豊胸、豊尻などほぼ全身で、その他性別適合手術やメンテナンスなども含めると、総費用はなんと6000万以上かかっているとのこと。美の基準が高い芸能界であっても、お姉でありながら際立つその存在感は、その努力、整形の結果がなせる技です。12位、有村愛理。有村愛理は、兵庫県出身のタレント、グラビアアイドルである。本名同じ、旧芸名、新井優子。所属事務所はアミックエンターテインメントを経て、個人事務所オフィスアイリ。妹は有村架純。2019年3月3日、フジテレビ、ザ・ノンフィクションで美容整形を受けたことを明らかにするタレント、グラビアアイドルの有村愛理さんは、2019年、ザ・ノンフィクションというドキュメンタリー番組の密着取材で、美容整形手術を受ける姿や経緯など赤裸々に告白しています。
整形内容は輪郭矯正、骨切りで、こんもりした口元を改善する大掛かりな手術です。費用は400万円ほどかかっているそうです。有村愛理さんの告白で、同じ悩みを持った若い方たちも美容整形手術をより身近に感じたのではないでしょうか。やっぱりねという人から意外な人まで出てきたと思います。そんなに変わった感じがしない人でも案外何箇所ももてあそっていたりするので、明らかに顔が変わっている人に関しては限りなく黒に近いと思ってもいいかもしれませんね。依存症になるほどだと問題ではありますが、人前に出る仕事をされているので、今よりさらに綺麗になるために少し暗いもてあそっていてもいいんじゃないかなと個人的には思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。